2024年の元旦に発生した地震を受け、貴乃花は高遠力に炊き出しに行きたいと連絡した。炊き出しの準備として高遠力は貴乃花から1000人分作れる鍋を預かっていた。鷹の岩暴行事件で貴乃花と春馬富士は関係性が悪化したままになっている。ただ春馬富士は貴乃花と和解したがっていると高遠力が明かしている。貴乃花は2023年に再婚してから明るくなったと高遠力は話している。貴乃力が入門した頃、貴乃花は小学生だったが、貴乃花の兄貴的存在だった。貴乃力が幕尻優勝を果たした際、貴乃花は、力跡の優勝が嬉しいとコメントした。また貴乃力に対して、見習うことばかりと語ったこともある。かつてテレビ番組で行きつけの店を紹介する際、貴乃力と寿司屋を紹介したことがある。貴乃花部屋のちゃんこ代は3日で、5000円だったと言われている。